愛が世界を救う。絶対いつか出会えるはずなの。沈む夕日に寂しく一人拳握りしめる私。週休二日しかもフレックス。相手はどこにでもいるんだから。今夜飲み会期待している友達の友達。目立つにはどうしたらいいの。一番の悩み性格良ければいい。そんなの嘘だと思いませんか。おい見つかる幸せの予感。きっと誰かを感じてる。ポリナロマンスの神様。この人でしょうか。ノリと恥じらい必要なのよ。初対面男の人って年齢住所趣味に職業さりげなくチェックしなくちゃ。待っていました合格ライン。早くサングラス取ってみせてよ。笑顔が素敵真顔も素敵。思わず見とれてしまうの。幸せになれるものならば友情より愛情。帰りは遅らせてと早速 OK。 ちょっと信じられない。ボーイミーツだ。恋してる瞬間きっとあなたを感じてる。ボーリーナロマンスの神様。願いも叶えて。ボーイミーツだ。よく当たる星占いにそういえば書いてあった。今日会う人と結ばれる。今週も来週も再来週もずっと。おいえい。土曜日遊園地一年経ったら跳ねる。ボーリーナロマンスの神様。感謝しています。ボーイミーツだ。いつまでもずっとこの気持ちを忘れたくない。